ビクーニャは、哺乳口玉、ひずめメラクダカに分類される、グーテ定類。アルゼンチン北西部、チリ北部、ペルー南部、ボリビア西部、エクアドルに再導入。東道長120から190センチメートル。肩高70から110センチメートル。体重50キログラム。ラクダカ最小種。外観は、グアナコとよく似ているが、前者は、 首の下に30センチメートル前後の長い毛を有しているため、その点で一見して、後者と区別できる。アルパカ、ラマ、グアナコと近縁であり、伝統的には、ビクーニャとアルパカをビクーニャ族に、ラマとグアナコをラマ族にまとめられる。しかし、これら4種の類縁関係には、諸説があって統一的見解は得られていない。4種すべてを、 ラマ族として束ねる学説もあり、あるいはまた、ビクーニャの実をビクーニャ族とし、他の三種をラマ族の海分類とする説もある。最も支持を集める説では、アルパカは本種が家畜化されたものとみなされている。しかし、アルパカを本種の家畜化されたものとみなさず、本種の実をもってビクーニャ族が形成されているとする説などもある。 ペリューの国象良質な体毛と肉を持つが、オスは繁殖期に縄張りを作って、他のオスと戦う習性があるため家畜化しにくく、利用は野生種の捕獲による。かつては200万頭が生息していたと推定されるが、乱獲され、1960年代には1万頭以下まで生息数を減らした。その後保護意識が高まり、 ペルーでの1994年における生息数は66,559頭、2000年における生息数は118,678頭、2016年における生息数は218,000頭と推定されている。毛皮目的の密漁、下放牧や採掘による生息地の破壊、家畜との競合、アルパカとの交雑による遺伝子汚染などが懸念されている。 1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。2019年の時点で、アルゼンチン、エクアドル、チリ、ペルー、ボリビアの個体群は付属書2に掲載されている。ビクーニャの毛織物は高級品として取引される。体毛が細いため、糸に紡いで利用される。毛の太さは100分の1ミリメートルほどで、 動物の中でも極めて細い。1993年には、インカ帝国時代に行われていた伝統的な囲い込みの技法が復活し、ビクーニャを殺さずに体毛を刈ることが可能になった。しかし毛織物に十分な長さの毛を確保するため、2年に1度しかけの刈り込みは許可されておらず、しかも1回の刈り込みで、 生獣一頭につき250から3 5 0ム程度の体毛しか得られない事情もあって、ビクーニャの毛織物は極めて高価である。綿毛を紡いだ、棒毛糸で織り、チーズル肝をして仕上げた柔らかな織物を1980年代までの日本ではビゴーニュと呼んだ。しかし近年ではそれらもビクーニャと呼ばれることが増えてきている。また、実際には、 微合にとされているものの中には、麺を混ぜた昆布織物や、糸を紡ぐ油棒工程で羊毛を加えた織物もある。ペリューの国章に描かれている動物でもある。俗名並びに、各国語の名称は、ケチア語名に由来する、ビクナより。日本語では、動物を指す場合は、ビクーニャと呼び、体毛から作るウールやその製品は、英語名に由来する、ビキューナと呼ぶことが多い。また、 加工品をビゴーニュと呼ぶのはフランス語名に由来する。ビクユニャ、ビクーナ、ビクナ、ビクニアとも呼ばれる。ありがとうございます。